ポーツはみんなのなんか勇気づけてくれるというか、すごい見てる人も力になるものだと思いますし、やっぱり対策をすればやり方はあると思うので、私は開催するべきだと思います。やっぱり、はい、不安も不安ですしねなんか自分がもしその海外にでオリンピックがあって行く予定だったとしても、やっぱりその不安要素を拭いきれない限りは、見知らぬ土地だったりとかもしても難しいかなとは、私は行かないかなとは思います。なんかやめた方がいいんじゃないかなと思います。なんかこの1年でなんか就職する気がしないし、だったら次の4年後の開催地決まってるじゃないですか。その後にもう一回東京で検討してくれたらいいなとは思ってますけど、ぜひ開催は可能にしていただきたいですね、はい、あとはちょっと選手の皆さんと観客の皆さんのやっぱり安全安心をやっぱり一番に進めていただきたいと思います、はい。